武雄温泉では午前9時過ぎから高さ 12.5 メートルの朱塗りの楼門ですす払いが始まり、従業員らが長い笹竹で天井などのほこりを丁寧に払い落としました。年に1日だけ元湯や貸切湯などすべての施設を休業して大掃除をするのが年末の恒例です。新幹線が、通じましてから、やはり長崎、諫早、そちらの方からのお客様も増えてきておりますので、これから来年に向けて、ぜひ皆さんがお見えいただくことを楽しみにしております。西九州新幹線の開業に加えて全国旅行支援や水際対策の緩和もあり、利用客はコロナ禍前の9割ほどまで戻っているということです。元日は午前6時に初湯式を開いて新年の営業をスタートさせる予定です。